突然ですがだらっと書くと雑談チャンネルの時間です本日も何かしながらお聞きくださいおすすめはストレッチしながらかな We are r i s i n Podcast ですね。と言っても、この名前で本当にポッドキャストではなくて YouTube のチャンネル名になりますね。外国人記者の方が選手に通訳を通してインタビューしてくれる貴重な配信なのですが、関連動画になかなか上がってこないせいか、まだまだ認知度が低いのでもったいないと感じております。えー、まずですね、金太郎選手、格闘技を始めたきっかけはと聞かれて、 金太郎選手ストリートファイトから始めましたと。そしてそこから喧嘩が強くなりたくて格闘技を始めてハマっていったと。この辺は当チャンネルでも繰り返しお伝えさせていただいているところなんですが、そしたらですね、なんと来ました。なんで、金太郎というリングネームをつけたのですかと。これね、いくつかの理由があるんですが、一番肝心なところは、 金太郎選手が以前から人に言えないやばい理由なんでそれはちょっととずっとね濁し続けてきたところなんですよねで今回は基本海外向けの配信とも言えますから脇が甘くなるなんてことも期待して聞いておりましたするとまず金太郎選手それ言って大丈夫です 外国人記者の方に許可を取ったんですが、すると外国人記者の方もどうぞどうぞおっしゃってくださいと、すると金太郎選手、うん、日本だとあまり良くない理由でついたんであその、あんま良くない時についた名前なんですけど、うん、簡単に言えば、うん、あだ名っすね、中学生ぐらいの時からの。 ということで、今回もギリギリ、えー、放送対応ができてしまった金太郎選手。記者の方も OKOK、OK、わ、OK、かります、わかります。このね、わかります、わかりますが。この外国人記者の日本語で言うときの口癖なんですが、と、まあ、察したようで、この話はこれにて終了ということになってしまいました、えー。なので、未だね、リングネームについては謎のままです。でもね、キーワードは良くない時についた中学生の時からのあだ名ということで、 まあここから察するに私としては学校で繁華街へ行くことは禁止されていたのにカラオケに行ってしまいそこで「まさかりカつツイ金キンタロと歌ってしまったことかなとまあ不良だったみたいだしこれぐらい思い切った悪いことはするのかなというふうに思っておりますが皆さんのね考えるキンタロ選手の名前の由来ね憶測も教えてください。 そして次は対戦相手の伊藤空也選手の印象を聞かれ前にガンガン出てきて自分のやりたいことをやる自分にとって良くない状況でも無理やりにでも自分のペースに持っていくような選手かなと思ってますとさらに伊藤空也選手の戦績を見ると一本勝ちや KO が少ないので忍耐力の必要となる試合になると思いますがそれについてはどう思ってますかと聞かれ金太郎選手 伊藤空也選手が今まで戦ってきた相手と自分が同じだとは思わないので15分、相手が立ってられるとは思わない寝技にしても打撃にしろどんだけタフでも立っていられないと思いますとここは少し目つきが違いましたねそして試合展開について聞かれ作戦は2つぐらいあって打撃、寝技にはこだわりはなくどっちもタイミングがあれば狙いに行く ただし、15分のプランは考えているということです。個人的には、金太郎選手、かなりの確率で寝技に行くというふうに思っております。そして、バンタム級グランプリ抽選会で、大塚隆文選手と言い合いになったことについては、以前、 SNS、ツイッターとかでバカにされてて、たまたま席が隣になったので、SNS で言い返してもあれなんで、深い意味はなく、ただ言えるときに言っとこうと思っただけですと、はいえー、そして今回のグランプリの中で一番強いと思う選手は誰だと思いますかと聞かれて、数名。 もしくは、あの二人が思いつく中、金太郎選手は、朝倉海選手だと思いますと、一名だけをきっぱり、なぜと聞かれて、シンプルに殺傷能力があるんでと、そして、この記者の方、聞きづらいことにも手を伸ばしてくれまして、前回、滝沢選手戦に負けたのに、今回、雷神に呼ばれてびっくりしましたかと、えー、もちろんね、もうちょっとオブラートにくるんだ言い方ではありましたが、すると、金太郎選手、 いえグランプリでトーナメントやるなら呼ばれると思ってましたので特にということでした滝沢選手に前回負けてしまったが同じトーナメントに出場してるのでリベンジしたい気持ちはありますかと聞かれて僕は勝ちも負けも多いので全員に敵を打つのは無理で。 それだったらトップに近い選手を倒して帳消しにしたいなと考えてますが滝沢選手、勝ち進んでくると思うんでそうしてぶつかったら前回学んだことを活かしてぶっ飛ばそうと思ってますと返答しておりました金太郎選手の方の自身の youtube で勝敗予想をやってまして今成選手と滝沢健太選手では滝沢健太選手が勝ち抜いてくるとねこことまあ同じような話ですが、えー、そういう勝敗予想もしておりました。 そして質問は入れ墨に及び、いつ入れましたかと、そしてそれによって偏見や差別はありますかとクエスチョンされ、入れ墨入れたのは15歳で、日本は入れ墨の歴史、和彫りとか良くないので、怖がられたり、温泉行けないのは仕方ないことだと考えてますと。そしておかわりですね。 入れ墨の追加はあるのですかと聞かれ、ここまで来たら一緒なんで、入れようと思ったタイミングで入れようかなと。でも、顔だけは入れないようにします。というふうにおっしゃっておりまして、まだね、入れ墨が増える可能性も示唆しておりました。えですが、顔だけには入れないということなので、金太郎選手の額にね、ン事が入るってことはどうやらなさそうです。はい。最初からないと思いますが、それは、えー。そしてですね、外国人っぽい質問だなというふうに思ったのですが、 ファンの人たちに向けて、他の選手ではなく、自分を応援した方がいい理由を教えてくださいと、つまり自分のアピールポイント、どうぞということだと思うのですが、金太郎選手は、プロの格闘家の人たちは、僕が優勝すると思ってないと思うんで、それを覆してみせます。ギャンブルでも硬いとこ行って外れることもあるので、そういうものを作りたい。 大穴ダークホースになってファンの期待に応えたいと思ってますとおっしゃり最後に自身の YouTube チャンネル宣伝してくださいとさらに言われまさかりチャンネルやってますあんまりおもろくはないけど。 自虐,自虐を入れておりましたがこれが本心なのか謙遜なのかは分かりませんでしたがやっぱ格闘家はね強いが担保になるので試合勝つ負けるで YouTube のチャンネルのね面白い面白くないっていうのも結構決まってきちゃうところもあると思いますので試合頑張ってください。 そして、来人29の試合順が発表されましたので、バーっといっちゃいますね。1試合目、山畑優真選手、VS 高橋清人選手、2試合目、上山聖輝選手、VS 泉城成選手、3試合目、吉成尚選手、VS 近井選手、4試合目、浩次選手、VS 梅野源氏選手、浩次選手4試合目ですね。そして、5試合目、白鳥大樹選手、VS 町内会のお兄ちゃんと浩次選手が呼ぶ高橋亮選手ですが、この高橋亮選手は1試合目の高橋清人選手の弟さんになりますね。 さらに下に下弟が本当はいますで第6試合、中村優作選手、VS 北方大地選手、そして第7試合、白河陸斗選手、VS 青井仁選手なんですが、どうも地球人、日本人、青井仁ですっていうね挨拶私は青井仁選手にやってほしいと思ってますが、そして第8試合、八千悠介選手、VS 川名店長、勇気選手ということで、ここから休憩挟んで、バンタム級グランプリと、えー、工事トーナメントの勝者がメインでありますので、ここまででいうと、実質八千選手、VS 川名店長の試合 がメインとと考えていいいいのかなという,ふうに思いますそして休憩挟んでバンタム、えー、グランプリ倉本和真選手 VS アラン・ヒロ・ヤマハ選手、えー、で10試合目滝沢健太選手 VS 今成正和選手そして11試合目大塚選手 VS シアン選手そして12試合目金太郎選手 VS 伊藤空也選手ということでさらに13試合目でさっきのね工事トーナメントの勝者ということで MMA の試合が7個で今のねメインの キックの方も合わせてキックの方が6試合ということでかなりバランスのとれたね大阪大会ということになっているんじゃないでしょうかそしてこの試合順が発表されたことにより各選手たちがツイッターなどでコメントを発表しておりますのでそちらの方に移らさせていただきます。ねままず大大塚文選手アウェイ大阪11試合目に決まりうずうずしている そして金太郎選手セミファイナルメイン届かず点てんてんてん次回は俺がメイン張れるように実力を見せますということですが今回メインはねコ二ジ選手トーナメントの勝ち抜いた者同士というふうに決まってますのでセミファイナルは実質メインなんですがまあこういうジョークですねそして川名店長勇気選手休憩前の大役を仰せつかりました来人29のチケットは買った現地来れない人はペーパービュー購入はもちろんね 選手の応援コードを入力して視聴準備は OK 大会前には必ずトイレに行っておくのよあとは推しが勝つことを願って震えて待てとめっちゃいいですね店長さすがにサービス精神もりもりですね白鳥泰樹選手5試合目とメインきっちり締めますシアン選手11試合目です頑張ります白川陸斗選手7試合目でオイスします 倉本和真選手、試合順決定、自分は9試合目、休憩明けの1発目、お楽しみに。梅野源治選手、メイン決定。滝沢健太選手、押すそしてラスト、浩二選手、ここまで全部ツイッターからということになっております。実力とかいうやつでメイン張って勝ってもうて、調子濃くはな、皆さん大変なことが起きてます。このチャンネル を聞いてくれてる人にしかおなじみではないかもしれませんがコ二選手といえば文章の後に音符とかねあと笑い音符をつけることでおなじみだったのですがなんとですね今回実力とかいうやつでメイン貼って勝ってもうて調子こくわなのあとですね音符 炎ののスタンプマークがその後に来ておりますこれは初めてのパターンなんじゃないでしょうか。皆さん大変なことが起きましたって別に大変じゃねえよっていうねそういうこともありえるだろう十分にという感じなんですが、はい、このパターン、ね、頭に入れておきましょう。で応援よろしく俺が勝つことを喜んでくれるみんなはもちろん俺がぶっ飛ばされるのを楽しみにしとるみんなも大いに騒いで楽しみにしとってくれたらええ感じ音符ということでした。 そして、坂木原 CEO からありがたいお言葉。こちらもツイッターからになりますね。来、え、人、ー、29の試合順が決定です。バンタム級ジャパングランプリ1回戦の残り4試合に加え、コー白鳥、梅野、高橋の4選手が挑むワンナイトトーナメント。さらに、スペシャルワンマッチと格闘技の魅力満載の全13試合を思いっきりお楽しみくださいということです。 そしてそんな状況を指をくわえて寂しげに見ているのが萩原恭平選手ですね、ツイッターで誰かが怪我とかで出れなくなったときはいつでも連絡くださいと準備は万端のようですね、それに対して岩崎雅弘さんがいいねを押しております。 そして、関根シュレック秀樹選手が、アラン・ヒロ・ヤマニハ選手に向けて、試合まで倉本選手のスープレックス対策ドリルだぜと、ドリルは反復練習のことですね。こういうふうにツイートしておりまして、盆栽柔術とも深く関わりのある関根シュレック秀樹さんで、クレベル小池選手の前もね、朝倉美久留選手のこととかも、絶対にこっちは勝つから全然心配してないよとかね、散々ツイートしてましたんで、今回もちょっと不気味かなというふうに私は思いました。 そして古瀬瑞稀選手、ツイッターからですね、落ち着いたのでご報告させていただきます。このたび2686グラムの元気な女の子を出産しましたことをご報告いたします。20年生きてきて一番幸せな瞬間でした。私たちを選んでくれた娘を幸せにできるよう家族一丸となって頑張っていきまます。すす。応援よろししくおお願いいい、いとととううこでではめござます。 そして、サラ久保のサラちゃん、皆様へお伝えしたいことがございますという何やら深刻そうなタイトルの動画をアップしまして、しかしながら結果から言いますと、サラちゃん、ただどうしても今ペルーに旅行に行きたいので、私は、 これからの1ヶ月半日本にいませんという報告だったのですが久保勇太選手は、ですねさらちゃんには以前からこういうことがよくあり半年ぐらい同じ理由で開けた時もあるので特に驚く様子もなく普通にそれを受け入れてあとは PCR 検査と隔離期間に時間は取られるけどさらちゃんがそれでも行きたいっていうこととかなんで行きたいっていうことになったかと言いますと DM してきてくれた人がペルーで修行してきた人でその人にシャーマンの血が入っていてうんたらかんたららしくてですねで 次ののニュース行きましょうかか、はい、俺ねねそれでもこの動画、ね、8分見てるから、ね、よし、金太郎選手行きましたんで対戦相手の伊藤空也選手も行きましょうこちらですね酔っ払いながら1回見てるんで2回目の視聴となりますが意識が途切れる寸前だったのでその時は全然覚えてなかったんで新たな気持ちで見させていただきました公開練習後の質疑応答ですね金太郎選手の印象を聞かれ体がでかくてフィジカルが強い。 イケイケでガンガン来る相手なので自分と相性いいかなと思ってますとあとは知名度があるので勝てば美味しいかなと思ってます相性の良さは戦いやすいではなく盛り上がるという意味でプロとしてしっかり見せたいと思ってますと理想とする試合展開は打撃が売りだが打倒局全てで盛り上がる試合が理想ですねとそして金太郎選手に勝ってる部分はと聞かれ 警戒してる点は勢いとプレッシャーがすごいところ。勝ってる部分は気持ちとスタミナということで、やはり後半になればスタミナという点で伊藤久也選手有利になるっぽいですね。で、来人出場が決まった時は嬉しかった。こんなチャンスは二度と来ないと思ってるので、しっかりものにしたいですね、と。 そして、金太郎選手が抽選会で隣に座ってきたときは、事前に戦い相手をピックアップしていて、その中に金太郎選手が入っていたので、嬉しかったですし、まあ、本当は石渡選手が第一希望だったみたいなんですが、えー、自分のことをね、金太郎選手は知らないと言ってい ていたけれどそれは当然だと思っているのでえ試合で勝てばいいし選んでくれただけでもラッキーですねというふうにおっしゃっておりましたで、ここまでね話聞かせていただいた印象はまあ、スポーツマンで真面目でリアリストそして非常にね芯が強いような印象を受けましたねえ金太郎選手より自分が勝っているところで気持ちを上げていたのももしかしたらね冷静に比べてみてそう思ったのかもしれないですね そして今回、バンタム級グランプリに出場する朝倉海選手と以前スパーをやっていたと思いますが、どんな印象を受けましたかと聞かれ、糸久也選手、強いですね、ただ1回やっとけば感覚慣れますんで、それは収穫になりましたねと。そして話は金太郎選手に戻り 伊藤九弥選手の所属するブレイブジムには、サウスポーは多いので、逆にやりやすいみたいです、そういうふうにおっしゃっておりました、そして自分もグラチャンのチャンピオンなので、王者が負けるってこと自体がありえないので、しっかり王者の強みを見せていきたいと語っておりまして、伊藤九弥選手の落ち着いた態度とか、自信はここから来てるのかなとも思いましたが、ブレイブジムの選手、みんな落ち着いてるんですよね。 そしてさすがプロの記者の方はいい質問するなというふうに思ったのですが伊藤久弥選手はブレイブジムで金太郎選手は稲垣組でジムに対する気持ちも強いと思いますがお互い看板背負ってるというのはモチベーションにもなりますかと聞かれなります。 先輩たちが良い結果残してるんで自分も下手な試合はできないしっかり結果を残したいとおっしゃっておりました特にねブレイブジムは住み込み打ち出し弟子制度となると生活の100%なんで通いの人と比べたらどうしたってね思いは強くなりますよね そして宮田先生からは自分の持ってるものを全部出さないと場数で言えば相手の方が断然多いわけなのだから「俺の指示出した通りに技を出していかないと絶対に負けるよ」って強く葉っぱをかけられていますと言われそれはしっかり自分に伝わっているとも語っておりました。 宮田代表は以前から俺の指示通り戦えば必ずいい試合になるよというふうにおっしゃっておりまして武田浩二選手のセコンドなどでも見てて相当的確だとも私も思っておりますのでお互いのセコンドの立ち位置の違いみたいなところも試合の楽しみに今回入れていきたいというふうに私は思いましたちなみに伊藤空也選手の試合前の験担ぎはサムゲタンを食べることみたいです そして、武田浩二選手にあやかって日焼けの方はですね、1回焼いて、今、背中とか痛いけど、もう1回ぐらい焼きに行きますというふうに、なんともですね、頼もしい発言もしておりました。これは言葉合ってますよね。はい、頼もしい発言もしておりました。そして、同じジムの澤本選手、一切練習もしないで、1ヶ月間どこか遠くへ旅に出たいと思いたくなるような出来事がありましたて。んてん 失恋とかではないというふうにツイートしておりまして、うんじゃああれじゃないですか失恋じゃないですかあ、失恋とかではないのかじゃああれじゃないですか、うん失恋じゃないですかでも、失恋じゃないのか。でもね、よくよく考えてみると、多分、女の子に振られたんだと思いますよ。<laughs> あ、失恋ではないのか。すいません。これ失恋ではなくて、失恋になってますね。失礼しました。 そして井上尚弥選手、昨日飛行機にて帰国したらしいんですが、帰りの機内では、日本が誇る井上尚弥選手、ご一行様がご乗車しています。先日、見事な KO 勝ちを収められました。おめでとうございましたというアナウンスが流されて、祝福されたという粋な計らいが見られたそうです。現在4億円分のののスポンサーーーオファーも届いていててるるそそうでですすして井上弥選手のこれツイッターになるんですが 父の日、一日遅れたけど、ここまで強くしてくれて、最高の舞台に連れてきてくれてありがとう、夢見る景色へ、未だ見ぬ景色へと投稿して、さらに画像が添付されてるんですが、井上尚弥選手の小さい時の写真とえ、お父さんの若い時の写真、これ、動物園でのツーショットの写真だと思うんですが、お父さんの若い時 ぶっ込みのタクの毛量の竹丸そっくりなんで、あのツイッターある人ね、見てみてください、探して。マジでこれ、毛量の竹丸さんですよ。ということで、全 YouTube の中で、今ね、毛量の竹丸の話してるの、このチャンネルだけですので、昔の少年ジャンプのなんとか先生の作品が読めるのは、少年ジャンプだけっていうものと同じですので、これほぼ専続契約ですので、先続、どこは専続契約かわかりませんが、非常にね、価値のあるチャンネルというふうになっております。 そしてこれ数日前のツイートになってしまうんですが平田一樹選手、先月貧血を起こしたせいかこう月のものがですね10日以上今、遅れている状態らしくてなのでお腹が痛くて寝れない、やばいとでそんな夜中にあったかいお茶買ってきてくれたと投稿しましてこの正義のヒーローは一体誰なんだと平田直樹選手お兄ちゃんなのかなというふうにも一瞬思ったのですがなんとですね その文章を引用リツイートをしましてどういたしましてと返していたのは青木真也選手でしたこの2人なんかめっちゃ仲いいですもんねでそれに対して平本蓮選手がいいねを押しておりましたこの3人も仲いいんですよねそしてそんな平本蓮選手康二選手が え今 CM でやっている期間限定今ならたった500円で試せる肉体改造やばいってくらいどんどんバキバキになってしまうプラチナマッスルのキャンペーンがすごいんですというこれサプリメントかなんかだと思うんですがその画像をですね引用リツイートしましてコージ選手は上半身裸でそのサプリメントを持ってるところですね。 これ摂取すればコージの肉体を手に入れられるらしいというふうにつぶやいておりましてなぜにもこんなにマンツーマンディフェンスをコージ選手に対して敷いているのでしょうか。はいというわけで本日は以上になります。 猛烈の竹丸さんの話が聞けるのはダラッと格闘雑談チャンネルだけということで私のところではお粗末さんではなくいまだにねお粗末組んでやらせてもらってますので皆さんもですね当時の話題とかね出したいことがありましたらこれ古いかなとか思わずですねガンガンコメント欄にて発表しちゃってください別に新しいっていうことに対して正当性っていうのは何にもないわけでただただ新しいっていうだけで、うん、古いものの中にもたくさんいいものがありますからねというわけで一つ以上ね無理やりでもいいことを発見 発見してですね、いいところを発見して高評価チャンネル登録して通知をポチッとオンにしてまた聞いてね。